いきなりの C ロナウド効果が凄まじいアルナスルのインスタフォロワー数爆増す中、とんでもない影響力。アジアのサッカー界をどう変えるのか？ FW クリスティアーノ・ロナウド参入でアジアのサッカーはどう変わるだろうか？12月31日、ついにロナウドのアルナスル、サウジアラビア移籍が決定した。ロナウドの場合はピッチ上でのパフォーマンスもそうだが、その圧倒的知名度からピッチ内での影響度も大きい選手だ。米 ESPN が早速注目したのがアルナスルの公式インスタグラムだ。インスタグラムではロナウドが背番号7のユニフォームを持っている写真も掲載されているが、同メディアによればロナウド加入前のインスタフォロワー数は86万人ほどだったという。それがロナウド加入発表後から急激にフォロワーが増加し、1月1日時点では506万人まで増加している。アルナスルとサウジアラビア国内リーグの注目度が爆発的に高まっているのは間違いない。このフォロワー増加率には SNS 上でも、とんでもない影響力、何が起ころうともロナウドはやはり最高の選手、といった声が出ており、やはりそのカリスマ性は特別だ。これまでも欧州でプレーした名手がアメリカや中東、あるいは中国へ向かうケースはあったが、ロナウド参戦は史上最大のトピックと言っていいだろう。アルナスルには他にもカメルーン代表として昨年の FIFA ワールドカップカタール大会を戦った FW バンサンアブバカル、元ブラジル代表 MF ルイスグスタボ、ベンフィカを経て中国の広州恒大、現広州 FC でもプレーするなどアジアのサッカーを理解している大型 MF タリスカ、昨夏にナポリから加わったコロンビア代表ゴールキーパーダビド・オスピナなど強烈な助っ人が揃う。今季は11試合を消化した段階で首位に立っており、2021年はアジアチャンピオンズリーグでもベスト4に入るなど結果を残している。ロナウドはアルナスルと2025年までの契約を結んでいるようで、今後 ACL に出てくる可能性も考えられる。そうなればアジア全体の注目度上昇につながるはずだ。もちろんピッチ上でのパフォーマンスも注目で、37歳とはいえロナウドの肉体は健在だ。復帰したマンチェスターユナイテッド、その後ポルトガル代表のエースとして臨んだカタール大会は少し苦い結果になってしまったが、サウジアラビア国内リーグであれば得点量産